宙返りです。ダブルの宙返り。さて、ボギンスカヤ、2回目です。やはりロンダードからの後方宙返りの1回ひねり。そうですね。10点満点です。1回目は 9.850 でした、ボギンスカヤ。今、これが2回目です。なお、ルーマニアのポパの得点、段違い平行棒は 9.875。かなりですね、見ててください。馬上でひねり切れるんですね、宙返りが。跳馬のその馬ですね。この馬を基準にしましょう、これ。だから着地体勢が高いんですよね。